大久保さんから聞いたんだけどさ。なんか、財布拾ったって。あれ、僕さっきの配信で話したやつで。あ、それ、それか。うん。大久保さんってリアルタイムで聞いてんだ。聞いてる時もある。で、ちょうど話聞いてて。いや、あのさ、ジム、さ、大久保さんと同じジムに行ってるから、大久保さんはわかると思うんだけど、ジムのさ、あの、靴とか荷物とか入れるロッカーのさ、あの、鍵がかってないロッカーって言ったら、あの、ただ、空洞になってるあ、そうそうそう。 そこのさ、ロッカーの一角に、うん、その、落とし物コーナーみたいなロッカーあるのよ。はい、落とし物、はいで。僕2時ぐらいに配信終わった後に、朝の2時。AM2 時。にジム行ったらさ、うん、そこにさ、分厚い財布転がってんだよ。落と,落とし物コーナーに。落とし物コーナーに。ええ。まあ、しょうがないかということで、うん、帰って、うんお お眠して。うん。あ、帰ったのね。帰って、持って帰ったわけじゃん、で、朝、10時ぐらいに起きて、じゃあ、エペックスでみやるか、つって。エーエペックスやって、11時ぐらいになって、あの財布取られたらかわいそうだよな、と。だいたいパンパンなんでしょ膨らんで。うん。で、お金も見えてるわけで。かわいす。あれ、ほんと帰るのか持ち主のところに。もう一回、ジオに行ったのさ。11時ぐらいに。うん。もう一回行って。ま、半日ぐらいそしたら混んでんのよ。 まあまあ、そうか、そうか。二三十人近くいんのよ。<laughs> めっちゃ来てるね。っちり込んでて。ええ、で、まだ財布あんのよ。へぇ、えー。え、どうすどうすで、すスタッフ来ないんだよ。要するに。十一11時に来てないから、多分その日スタッフいない日なんだよ。うん、なんかね、義教心が働いて。<laughs> もう二回目だしね、見てる、ね。これ多分僕が届けないと、うんうん、おそらく持ち主帰らんだろうなと。はは。い、はい。 もう僕勇気を振り絞って、うん、カメラのところまでその財布ガってやって、うん、カメラのところにも持ってって、うん、今僕これ開きますからと。後々なんかあった時にさ、はい。まあそ、ね、いつが盗んだと思たら嫌だから、うん、一回僕は持ち主を確認するために開きますと。うん バッて。そしたらさ、まず、銀行のカードとクレジットカードと、そのジムのカードが入ってるから、もうその人ジムに入れないんだよ。あ、ジムのカードが財布に入ってる以上、出れるけど入れない。だから、気づいたとしても入ってこれないわけよ。保険証の裏に、住所全部書いてあったのよ。ああ、中まで見て。保険証、はい。保険証の裏に書いてあった。うん。で、すぐ近くだったのよ。おお。 そしたら、いや、このままなんか、ジムの人来るのを待つまで、時間かかるよりも、一応届けるかということで、男なのも確認したし、変な問題は大きいんだろうと。僕、そのまま財布持って、その人のマンション行ったね。届けた届けに行った。めっちゃいいことしてる感はあるけどね。で、そのマンション行って、まあ、応答ロックじゃん。で、1階で、部屋番号40何号室だ、ピピピってやって、ピンポンっったら、 ガチャってやって、なんか確認の3秒ぐらい確認したとブイーンって文言で開くんだよね。で、ガチャンって切られて。え開けていいの明らかに僕、配達員のう入れたちじゃないわけよ。普通になんかさ、おじさんがさ、いきなりやってきてさ、で、手ぶらよほとんど、財布なんかポケットに入ってるし、手ぶらのおっさん来てさ、インターホン開ける必要 俺なら絶対何ですかいや、開けないよね。いや、何ですかも聞かれなくて、無言で開けたのよね。罠にかけられてんのかと。おー。あ、弱そうだったから開けたのか。それはあるかもしんない。あ、こいつ弱そう。もしもワンチャンあってもこっち格闘戦で勝てるからで、おっしゃいっちょこいいや、みたいな感じで。うが羽交い締めにして警察呼んで、っていうのができるからってことが。それはあるわ。あ、何でしょうかってきて。うん。 あの、えっと、ジムに、あの、この財布忘れていきませんでしたみたいな。そしたら、え、あえ、ああれうん。ジムに、え、嘘え、気づいてないのそう。落としたことすら。気づいてないのよ。え、マジか。自分持ってると思ってるものが、前の変なおっさんから出てくるんでしょそう。それはびっくりするよ。で、僕、ま、一個嘘ついたんだよね。あの、本当に見つけたのは、昨日の夜なのよ。 ああ。でもそれはい、そ僕言わなかったのよ。で、僕、あの、これ、さっき僕、あの、11時ぐらいにジム行った時に見つけたんで、うん、ちょっと、はい、いつから財布があるかわからないんで、僕見つけたんで、ちょっと中身のお金に関しては保証はできないんですけれども、うん、ちょっと、まあ、あるかどうか確認していただいていいですかみたいな渡し方したんです。そしたら、うんうん、え、あ、ありますみたいな。あー、あった今日は2000円ぐらいしか入ってないからさ。<laughs> ええ、あ,あります、あります。カードもあります。うんうん ほんとありがとうございます。だよな、それその通りだよな。あの、ジムの方ですよねって言われて。その時。僕。うん。言ってなか僕、その時なんか、返し用意しなくてさ、ちょっとテンパって、あ、いや、名乗るほどでもない一市民ですって言って名もなき一市民です。名はあるだろって。でもさ、正解だったのかねっていうところなんだよな。あー、なるほどね。それって。 俺の見解では、まあ、不正解。たまたまうまくさ、お互いさ、なんか、うまいこと、そのコミュニケーション取れて渡しただけで、なんか危ない点もあるよね。いっぱいあると思うよ。え、例えば何だったんだろう。俺が今聞いてて思ったのは、純粋にわざと財布を置いて、そういうやつが来た場合、おい、財布の中に5万入ってたのに入ってねえだろ、みたいなこと、一回、ふっかけてきて、で、 あーだこうだなって警察呼ぶぞってなって、向こうめんどくさくなって財布から自分のお金を出すのを待ってる悪い輩がいるかもしれない。え、お前性悪説で動いてんの行きづらくねそれ。いや、そういうのも。結構びっくりしたんだ今。ありうる。え、嘘考えもしなかった。いや、そういうやつもいるかな。そういう話があるんだ。仮に例えば、万札抜かれてたりとかして渡したばあれ、1万円入ってたのにないってなったとき、そこでまた、 そのに関しては僕は昼に行った時に初めて見つけたんでもしその前までに財布を落とされてるんだったらその過程でもしかして抜かれてるかもしれませんねっていうまず予防線が1つともう1個予防線は財布を開ける前に監視カメラに映してるんだよ僕自分の顔と今開けますからみたいな感じでガバやってそれからスタートしてるから。 監視カメラに証拠が残ってるはずなのよ、僕が。もう、財布を開けたっていう。ただその前に撮ってたら別だけどね。うん、でも見えないかもしれない位置でなんかこそっとこうやってるかもしれないっていうのもあるし <laughs> で、そこでもし抜かれてた場合、<laughs> 向こうの人が、あ、ちょっとすいません、警察に届けますって言って。なるほど。そう。で、そしたら、さかちゃんも、警察に、 連れてかれるか、うん、事情聴取されるわけじゃん。マジか。第一拾った人で、届けた人なんだから。鈴鹿、じゃあ名乗んなくて正解だったの、逆に。名もなき一市民で通しての方が良かったと思う。七のゴンベイで通したのは正解。うん、あ、良かったんだ、名をならなくて。俺も、財布じゃないけど、うん、カードを拾って、あの、現金になる。うん、カード拾って、あの、交番に届けた時は、うん、あの、お名前はって言われたら、あ、いい,いです、つって<ー>。交番の人もそれで、あ、そうですね、みたいな感じになるからね。 下手に名乗ったらこっちの情報握られるからね。意外と言わないのがいいパターンもある。確かに用心していくべきだったかもしらんね。うん、一番確実なのは、うん、もう、触らずにお店の人にお任せするか、うん、まあ、拾って警察にすぐ届けるか、うん、ここのジムに落ちてたんですけどっていう言い方でさ。うんまあ、自分で持ってくだけで、うん、いろんなリスクがついてもあるかなと、ね。そうだ思うね<は>え。じゃあどうすればよかったんだろう。 やっぱ、まあ、放置ジムのひ。いや、放置放置できんでしょだって、見て見ぬふりできんでしょそれ。うん。で、ジムの人いなくてもさ、うん、電話すれば、ジムのなんか受付かなんかには繋がるわけじゃん。うん、あ、そうだね。そう。ち歩いて10分とかで、<laughs> その人の家作るのからさ。<laughs> うん。まあ、そこはどうリスクを自分で取るかじゃないああ、なるほどな。うん。だからそう、2、30人いる人がみんな何もしなかったのは、そういうリスクを恐れて、放置してたわけで。 Hmm. <sighs>